おはようございます。今日のコンディションは10分の5です。筋トレちょっと結構追い込んだんで疲労がすごいです。今日は在宅ワークではなく会社に行きます。今日も頑張ります。35.8。低っ。寂しいやマジ。行ってくるわ。ん？今日もやはり電車を使いたくないのでマイカーでの出勤となってます。まあ片道1時間ぐらいかな大体。今日もやりましょうか。お疲れ様でした。仕事終わりです。明るいね。6時半ですよ今。ちょっと髪がかなり伸びてきまして、たわしみたいになってきてるでしょ。僕いつも3週間に1回は美容院に行くんですよ。長くて1ヶ月ですね。あと10分15分ぐらいかな到着。暴走族いますよ。暴走族この道ね、よう鳴らしてんだよ。もううるさい、ほんま迷惑。クラシック聴け、クラシック。カノンを聴けって。その爆音よりよっぽど心に響くよ。ハマチー来たよ。待っとる？今か今かと待っとる？ハマチー、うん、ああ嬉しい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 。ジャパン。チーズ入ってるの味するんだけど。チーズ入れたハマチがベッドの下に潜り込みやがって。うん、ちゃうねん。出てきて、ハマチ。何してん？部屋中、ホコリまみれになって。ベッドの下最近掃除かけてなかったんでね。目やら何やらかゆいんで今、寝る前の換気をしています。言葉が伝わらないだけに、教育って本当に難しいですね。グッナイ。おはようございます。今日のコンディションは、10分の6です。特に筋肉痛もなく、まずまずのコンディションかなと。今日も頑張ります。あ、ハマチ。ハマチ、尻尾下がってるやん。時に寺門ジモンみたいに、もう一日も休まないと。もうどんな風邪をひいてもやるっていうような。それをね、一年ぐらい続けたことあるんですけど、もう、何回風邪ひいたかわからんぐらいね。今日も在宅ワーク、しっかり頑張ります。これが、数字が15やろ。やったら、ここのマスに15が入んねん。セカンドハーフ頑張ります。在宅終了です。外はまだ明るいです。ルック、シェアソファーですよ。どれが干したやつ、どれが干してないやつ。
いつになっても唐揚げやで。何がやねん。1日ロッカー換気、癖づけ癖づけ。もうお座りしてな、マジ。お座りは？お座り。さあ、さあ、偉い。そういうこと。大きくなれい。Good night. Good morning.ごっつ眠いっす。ただただ眠い。それだけです。今日も頑張ります。ですけど、ちょっとだけ業務があって9時過ぎには会社行かないといけないんですね。ほぼほぼ会社にタッチして帰ってくるようなイメージです。タッチして帰るつもりが、まあまあいろいろ業務やってしまいました。風が気持ちいい、風が気持ちいいよ。あまじお待ち、お待ち、めっちゃ待ってるやん。めっちゃビビンバやな。もうちょっと辛いけどな。疲れました。イメージとしてはね、針に糸通し使わんと糸を通すのをずっとやってるようなイメージです。鶏肉やからな。つくねんか、菅田将暉のかっこよさはマジでわからん。書いてほしいんやな。ちょっと山町からグループライン入ってちょっと笑ってもうたんですけど、ちょっとこれ見てください、画像。サンガユースのことをずっと応援してくださってる方がいて、僕ら高校の時もずっと写真とか撮ってくれて、写真もらってた人がいるんですけどね、僕のコメントないんですよ。エイコさん、忘れないでくださいよ。サラリーマンって書いておいてください。ミネの横にサラリーマンって書いておいてください。今はお願いします。いつの間にやら日付は変わって、なんで年って取るんだろう。もう背は伸びないくせに着信の音で飛び起きたけど、損したな君かと思ったのに。何かの手違いで好きになってくれないかな。どうにも君がいない場所は空気が薄くてさ、くだらない話は思いつくのに。君を抱きしめていい理由だけが見つからない。ああそうか、そうだよな。ハッピーバースデー片思いの俺。つまらない言葉の繰り返しで辻褄もきっと合ってない物語の続きに、独りよがりの毎日にハッピーバース
スで君にいてほしいだけ。くだらない話は思いつくのに、君を抱きしめていい理由だけが見つからない。ああそうか、そうなのか。ハッピーバースデー片思いの俺、ハッピーバースデー片思いの